中田英寿の21歳とは思えないプレーがこちら。これだけ時を経てもまた胸が熱くなる日本人の誇り。21歳でこの落ち着きとプレーの質、そして結果を残す、本当にすごかった。中田はユベントス相手に素晴らしいプレーで世界の中田になった。自分の中では中田こそが日本サッカーのパイオニア。リアルタイムで見ていて、中田がユーベ相手に2ゴール決めた時は鳥肌が立った。そして試合後、ダービッツが中田の肩を抱いて何か声をかけていたのが印象的だった。確か、お前本当に日本人か、じゃなかったかな。デルピエロは、中田は絶対日本人じゃないと思っていたらしい。この時のユベントス、過去6年、世界一リーグのセリエ A で、優勝3回、準優勝2回、CL 優勝1回、準優勝2回、UCP 優勝1回、準優勝1回、のスーパークラブ、アジア人がデビュー戦にゴール、二度とない大衝撃、ありがとう中田。当時のミランもえげつない、そしてパルマも、フィオレンティーナもラッツォも攻撃陣はすごい、ゾラやシニオーリ、バッジオ、デルピエロ、当時のイタリア人は本当に美しいゴールを見せてくれた。比べて、年間で1得点しかできなかった数の小物感がすごかった。何度振り返っても中田を超える選手はまだ日本にいない。フィジカル、技術、サッカー IQ 全てにおいて高かったと思う。現在の日本サッカーも技術面や戦術面でかなり成長したが、トータルで中田を上回る日本人選手は未だに存在しないと思う。21でこの落ち着きはやばい。